What are you looking at? Yes, I'm in the bath. Well, yeah. I'm in my crop suit. What's wrong? 毎度、今回は多分ね、こうやってまとめるのは世界で初めてじゃないかなって思うような前置詞 in のある使い方についてみんなにお話ししていこうと思います。で、前回の動画で言ってたんだけれども、前置詞 in のコアイメージっていうと、いろんな本とか辞書とかにはこういう感じのものが書いてると思います。で、だけれどもこれを頭に焼き付けてしまったら全然説明できなくなってしまうものっていうのがたくさんあるので、それでおっちゃんのオリジナルのこういう何かが中に入ってるけれどもはみ出してる部分が実際あるじゃないかっていうようなイメージだとか、入っている部分の方がむしろ少ないじゃないかっていうような、こういうイメージを持たないと理解しにくいものっていうのを皆さんに、お示ししていこうと思っております。しかもこんな感じのイメージで、言うような内容が英会話してる時とかもじゃんじゃん出てくるんで、ぜひこういうのちょっと覚えておいてください。そしてね、動画は進むにつれて、それもいいんなの?みたいな感じで、今まであんまりみんなが意識していなかったような前置詞 in の使い方っていうのがじゃんじゃん出てくるんで、ぜひ最後まで見ていってください。最初の方は結構当たり前っぽいこともあるけれども、ぜひ最後まで見ていってくださいね。じゃあね、今回のはみ出してるのに使う in についての大きなテーマ2つはこれなんだけれども、どの場所や範囲が利用されているかが重要で、その中に何かが完全に収まっているのかは重要ではないというこの丸一番ですね。今回の動画ではこの丸一の方をやります。もう大事なのは特にね、結局どの場所が使われているのか、それに注目してたら OK っていう感じの in の使い方です。で、次の動画では物体や空間だけじゃなく時間でも同じことが言えるんだよっていうやつをやります。これちょっと今度の動画でやりますね。なんで今回こっち、着目です。じゃあ一発目やけどね、冒頭の映像で見てもらったように、これ、お風呂に入ってる時ね、よくよく考えると、これ英語だと I am in the bath って書いてるけれども、よく見て、頭とか肩っぽいところとかはお風呂から出てるよね。で、これ出てるねんって書いてるね。で、これ実際入ってんのは体の方。でも全部入ってへんやね。人間一人としてはね。こうやって入ってる部分と出てる部分があるけれども、これお風呂に入ってるって言います。日本語でもそうやね。頭まで完全に入って潜ってなくても、これは入ってるって言います。こんな感じで、日本語にちょっと似てる感覚もあるんだけれども、そこからちょっと離れていくと、例えばこれも冒頭の映像で見てもらったように I'm in my track suit って言いました。これスポーツウェアですね。英語ではトラックスーツとかジョギングスーツとか言ったりします。こうやって僕の体はまあこうやってね、出てる部分はもう手でしょ。で、足のここ先出てるやんね。こんな風に服着てる時もその中にいるっていう表現をすることがあります。なので今これ I'm wearing a tracksuit も言えるけれども、着ているっていう意味ね。だけれども I'm in my tracksuit って言って in を使うこともできます。で、ちょっとこれも見てもらいましょうか。一番上に書いてるのは I'm in my tracksuit って書いてるのは今言ったやつですね。で、その下に I slept in my suit、これスーツってスーツのことね。仕事の時に着る。これ、I slept in my suit で、スーツ着たまま寝ちゃったっていうことです。さっきのスポーツウェア着てる状態と同じで、別に体全部、頭とか手とか足が出てても、スーツの中にっていうような表現をします。で、さらにその下見ると、She is in the black socks、彼女は黒い靴下を履いているっていう言い方がこうやってできます。で、さらに、これ下見て、I slept in my shoes。絵ではね、こうやって、ほんまにでっかい靴の中に自分が寝てる絵を描いてみたけれども、そうじゃなくて、これね、靴でも in 使って、靴履いてるっていう表現ができます。なんで、I slept in my shoes っていうと、私は靴を履いて寝ちゃった。靴履いたまんま寝ちゃったっていうような、そんな意味になっちゃうんですね。で、さらに、ここから発展して、こんなんも出てきます。
コンタクトレンズとかね、つけてる人って実際たまにあるんじゃないかな、忘れちゃって。I slept in my contacts. で、こうやってコンタクトレンズをつけたまんま寝ちゃった。下に書いてるこれ glasses っていうのはメガネのことですね。これもうメガネかけたまま寝ちゃった。こんな言い方がね、なんとコンタクトとかメガネで言えちゃいます。I slept in my contacts. で、さらにこれ下見て、I have a remote in my hand ってありますね。Remote っていうのは、Remote Controller のことで、こういうテレビのリモコンとかね。I have a remote in my hand で、ほら、握ってる部分しか包まれてないけれども、こうやって in 使ったりできちゃいます。で、さらにその下に、He has a bag in his hand であります。これも、なんと、カバンをですね、じゃん、こうやって持った場合、手の中に入ってるのはカバンのハンドルの部分だけだけれども、こうやって I have a bag in my hand とか He has a bag in his hand とか、こうやってね、全部が別に包まれてないのに言えちゃうわけですね。そしてさらに、みんなこういうの見たことないかな。グラスの中にこう歯ブラシをね入れてある。これも例えば There is a toothbrush in the glass っていうことが可能なんですね。これもしもさっき言ってたこのね、よくあるこいつ、この怖いイメージの通りに、この怖いイメージの通りにもしも考えればこんなことになっちゃうんじゃないかな。ちっちゃい歯ブラシがあってグラスに入ってるね。辞書によく載ってたりするあの怖いイメージで考えると、歯ブラシはこんなちっちゃくないとダメになっちゃうんだよね、こんなで歯磨けへんやねっていう感じで、同じようなことがさらに、ごめんこれはね絵で描いちゃったけど、はい、花瓶に入ってる花のこともこうやって、例えば今花が5つあるんだけど There are five flowers in the vase って言ったりします。こんな感じで、また当然ここ出てる、入ってるのは実際この部分だけだけれども、こうやって花瓶の中にっていう言い方が可能なんですね。ほな最後にね、ちょっと応用編っぽいやつでこんなも見せて終わりにしようかなと思います。You look nice in black. これであなた見える素敵 in 中で black 黒、これの意味するのは黒い服似合うねみたいな感じですわ。例えばブルーだったら青い服似合うねみたいな感じで、そんな風にね、色だけを取り上げてこんな風に in 使ったりすることもあります。ということで今日はこれで終わりです。次回はね、さっき言ってたように、時間についてこうやってin を使う場合の話っていうのをちょっとやろうと思ってますんで、ぜひお楽しみに。じゃあ、See ya! Bye!